はじめまして、千を出せ。あの人、天竜人なんですか？あの人、偉そうな人でしょ。あの、気をつけてね、逆らうと撃たれちゃうから。40億持ってます。40億持ってんだ。変装？僕は僕です。お前、なんで分かったよ、わっちが。大丈夫ですか？こんにちは。こんにちは、困ってましたか？すいません、スケートボードが乗れなくなりました。大丈夫ですか？どこか送っていきますか？ありがとうございます。どうぞ乗ってください。インパウンド場まで送ってくれるとありがたいです。どっちだ？ヘリのやつ？車の方です。あ、車の、4090でしたっけ？この辺だっけ？はい、いいですよ。どこだろうな。あっち側です。じゃピン立ててもらおう。はい、わかりました。はい、ここです。あ、わかりました。よろしくお願いします。はい、いいですよ。よかったね、うちが通りかかって。本当ですよ、どうしようかなって思っちゃいました。雪降ってるんで冬眠しようかなとも思っちゃったんですけど。危なかった。危なかったです。寝る5秒前でした。うわ、よかった、うちが通りかかって。ありがとうございます。はじめましてですか、うちと。お名前は何でしょうか？揚げ物衣っています。初めてじゃないです。嘘、 DMC とマリニケで働いてる。あ、はじめましてです。え、そうだよね。はじめましてです。初めて見たもん、カエルさん。はじめまして、千を出せ。そのあのカエルって、そのカエルだったんだ。そうです、このカエル。あ、すいません、マイナーなところで。あ、いや、マイナーじゃないよ、そのカエルは。マイナーじゃないですか？うん、ありがとうございます。え、よかった、たまたま通りかかって。よかったです、よく気づいてくれましたね。いや、だってめっちゃ目立つもん。本当ですか？あそこで強制瞑想入っちゃったんですよね。あ、そうだったんだ。そうなんですよ。あれ、なんかその被り物見たことあるな。これね、なんかね、今ね、BMC 内で流行ってる被り物なんです。あ、そうなんですか？そう。なんか他にも、だいだい言ってるやつが被ってるの見たことあります、僕。あ、天竜人の人か。その、知ってる、あの人。あの人、天竜人なんですか？あの人、偉そうな人でしょ、あの、だいだい。そうです、もうすごい偉そうでした。気をつけてね、逆らうと撃たれちゃうから。え、そんな危ない人なんですか？頭撃っちゃうよ、あの人だって。そうなんですか。天竜人って偉い人だから。気をつけます。天竜人さんも同じのつけてますよね。そう、でもうちはちょっと違う、おしゃれでつけてる、これ。あ、そうなんですか。うん、わかりました、気をつけます。はい、ありがとうございます。請求書、あ、もうやりました。請求しました、はい、ありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございました。BMC とかマリニケアに遊びに来てね。わかりました、すごく助かりました。はい、線を出せ、線を出せ。見つけてね、先に頑張って。先に頑張って見つけます。やばいやつかえ、そんな感じで。ありがとうございました。やばいやつらしいえ、わちは。あいつはやばいやつって言ってたい。頭を打たれる、打ったことないえ、この世界では。まだでもバレなかったえ。バレないもんだえ。ちょっとレギオンでダルガラミするえ。ここで待っとけ。こんにちは、はじめまして。何してる方ですか？あ、僕カエルです。あ、カエルしてるんだ。はい、温泉屋で働いてます。温泉屋で働いてるのか。はい、この町に来てどのぐらいなんだ？この町に来て5日目です。5日目なのか。はい。どんな体験してるのか今。そうです。いろんな人に喋りかけた方がいいよって言われて喋りかけてます。ああ、そうなのか。悪いことしてか。何ですか？悪いこと興味ねえか。悪いことは興味あるけど、どんな悪いことですか？人殺しや。え、何ですか？人殺しだ。人殺しですか？怖いです、そんなの。興味あるんだろ。ちなみに誰を殺すんですか？まあ、今日はでも誰も殺さなくていいな。あ、そうなんですか。で、あなたの名前は何ですか？俺の名前か、サツサツだ。え？サツサツだ。サツサツ。サツをサツのサツだ。殺す殺すと書いてサツサツですか？サツサツだ、そうだ。すごい危ない名前。で、じゃあこの町来て5日目で何の体験もしないのか。そうなんです。飲食店の体験もしないのか。でも金貸しやってみたいなって思ってます。あ、金貸しやってみたいのか。はい、いくら持ってんだ？40億持ってます。なんで40億持ってんだ？何ですか？なんで40億？ちょっと言えません。マジのか？1日12億です。どういうことだ？あなたにもそれは言えません。誰だ？金色のあるものを売って生計を立てました。金色のあるもの？そうです。
金色のあるもの、金色の粒を出せる人がいます。ああそういうことか。そうです、そういうことか、そういうことか。そうです。あでも4条は本当ですよ。なんでもってね。じゃあ本当に来て5日目か。え、そうですよ。1日3割でどうでしょうか。来て5日目なのか、本当に。そうですよ。嘘をつくなよ。なんで嘘って、なんで嘘って決めつけるんですか。誰だよお前。なんですか。怪しすぎるだろ。なんでですか。怪しくないですよ。線を出せ。怪しいな、こいつ。線を出せ。誰かの変装だよな。変装。僕は僕です。あれ、線の匂いが、人間の香りがする。線を出せ。誰も気づかないえ。え？ちょっと滑りすぎだよ。馬が死んでる。危ない、あ、危ない危ない危ない。頭がいいえな、お前。お前頭がいいえな。だよな。お前なんで分かったよ、わちが。こんな変装のチャルロスぐらいしか言えないな。なんで分かったえ。あ、ちょっと髪の毛いつもと違うえ。分かんなかったえ、最初。あれ全然分かんなかった。分かんなかったえ。天才だな。そうだい、気をつけるえ、いろいろ。マジで天才じゃん。そうだい、わちは108個の声を持つ男だい。すげえ。そうだい。あー、学びて師匠になってくんねえか、俺の。全然いいけど、さっきこれでチャルロスと同じ被り物してるやつがいたえ。え？その被り物、見たことあります。なんか、その被り物着てる人がいますって言ったら、あーチャルロスってやつね、あいつ危ねえから気をつけろよって言われてちょっと落ち込んだよ。この声で。この声で騙せたけど、なんかすごい、なんかちょっとなんか気まずかったえ。なんで40億持ってんだ。あ、嘘だえ。嘘か。全然嘘だえ。また今度声まで教えてくれ。わかった、いつでも教えるえ。あいつ天才だえ。あいつ電話かけて。あいつ電話かけて確認するの。ガチ天才だろ。